ガードナーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部、ウースター郡の北部に位置する都市である。2010年の国勢調査では、人口2228人だった。市内には、ダン州立公園、ガードナー歴史遺産州立公園、ワンパノアグコ野生生物保護区、マウントアチュセットコミュニティカレッジがある。町名は、トマスガードナー大佐の栄誉を称えて名付けられた。 ガードナーの町に最初に入植があったのは1764年のことであり、1785年に公式に町として法人化された。これは周辺にあるアッシュバーナム、ウェストミンスター、テンプルトン、ウィンチェンドン各町から土地を譲り受けて作られたものだった。1805年頃から製材と各産業の中心になった。家具生産で長い歴史があることで椅子の都市や ニューイングランド家具の首都とも呼ばれている。1910年までに椅子の工場が20カ所あり、年に400万客の椅子を生産した。銀座区でも知られていた。ガードナー州立精神障害者コロニーが固定値型住居の利用を広げた。ガードナーは1923年に市として法人化された。ガードナーは ヘイウッドウェイクフィールド家具の誕生地であり、ヘイウッド5人兄弟が、父の農園に近い馬屋で家具の生産を始めたのが1826年だった。ウォルター、リーバイ、セス、ベンジャミン、ウィリアムの兄弟はその年に木製の椅子を作り始めた。初期にはウォルターが椅子を手作りしており、足踏み千番も使った。間もなくリーバイとベンジャミンが、パートタイムで加わり、 近くにある田舎の店も営業していた。最初の店の通り向かいに新しい店が建設された。1831年、リーバイがボストンに移転し、そこでアウトレット店を作って椅子を売り、一方ベンジャミンとウィリアムがガードナーに残って椅子を製造していた。1834年、火事のためにヘイウッドの椅子店舗が失われた。1835年、 共同経営の B 会ヘイウッド &CEO が結成され、ベンジャミン、ウォルター、ウィリアムに加えて、モーゼスウッドとジェームズ W ・ゲイツが参加した。ガードナーには、コナンボール家具工場もあった。ニコルズストーンチェアー会社は1762年に、ウェストミンスターで設立されていた。この会社は20世紀への変わり目に、ガードナーに移転した。2008年7月時点で、 家具の生産を止めると声明を出した。ニコルズストーンの名前による知的財産権と遺証権はニューヨーク州マンリウスのエルワンと JG スティックリーが買収した。ガードナー氏は北緯42度34分26秒整形71度59分27秒、北緯42.57389度整形71.99083度、 42.57389-71.99083に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は23.0平方マイルであり、この内陸地22.2平方マイル、水域は0.8平方マイルで、水域率は3.52%である。クリスタル湖の傍らにある。市内最高地点は、 標高線2 8 0フィートの貯水池丘料長部であり、市の中心に近い。ガードナーの北はウィンチェンドンとアシバーラム、東はウェストミンスター、南はハバーズトン、西はテンプルトンの各町に接している。中心街以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市内にはガードナー高校があり、生徒数は約800人である。 ガードナー公共図書館1899年、ガードナーの公共図書館は1885年に開設された。当初の建物は現在ガードナーの歴史博物館になっている。2008会計年度でガードナーは予算の 1.84%734,164 ドルを図書館に使っており、住民1人当たり35ドルほどになっている。 ガードナーの公共交通は大半をモンタチューセット地域交通局が担当している。モンタチューセット地域でバスの路線便、シャトルサービス、さらに補助的交通を運行している。1871年からボストン・バーレガードナー鉄道が街に鉄道を運行していた。ガードナー駅は1980年から1986年まで。 マサチューセッツ湾交通局のフィッチバーグ線の終着駅になっていたが、1987年初めにフィッチバーグで打ち切りとなった。長年、ガードナーの支援ゴルフコースは、マサチューセッツ州中部高校クロスカントリー地区選手権の開催場所だった。3年に一度は、マサチューセッツ州高校州クロスカントリー選手権も開催されている。 この給料制の2.9マイルのコースで、これまでの記録は1998年にアンディ・パウェルが出した14分0秒であり、女子の記録はリン・ジェニングスが1977年に記録した15分50秒である。1992年の映画、青春の輝きはガードナーで撮影された。ありがとうございます。